皆様こんばんは。ディミュートリヒにつれづれトーク、バイオリニストの阿部敦子です。明けましておめでとうございます。2023年始まりました。お元気でお過ごしでしょうか。良い新年を迎えられていることを祈っております、願っております。そしてこの2023年が、戦争も終わり、悲しいことが本当に少なくなって、世界中が平和になって、夢のような話かもしれないけど、そのことが夢ではなく現実になってくれたらなと切に願っております。そして何よりもこれを聞いてくださっている皆様、の上に嬉しいことが、楽しいことが、幸せがいっぱい降り注ぎますように本当に祈っております。私自身も今年も頑張って、このつれづれトーク、頑張ってっていうとなんかあれですけど、楽しみつつ続けてまいろうと思いますので、どうぞこれから1年よろしくお願いいたします。毎週お耳を傾けていただければ幸いです。1月の最初のこのつれづれトーク、何を話しようかなって考えました。真っ先に思い浮かんだのが舞踏会のお話です。やっぱりこのこと、華やかなあの舞踏会を思い出しながら皆さんにお伝えしようなと思います。前回大晦日の、花火で華やかに、花火や爆竹のね音で開ける、年越しについてお話ししましたが、その時にもちょっとこの舞踏会のことをお話ししましたね。触れた程度でしたが、私はそのウィーンで長く、7年を過ごしましたので、そのウィーンでのことがほとんどになりますけれども、ラジオをね流していると、0時になると、オーストリアではラジオから美しき青きドナウ、有名なワルツですね、シュトラウスの、とっても素敵な曲です。毎年ウィーンフィルのニューイヤーコンサート、今年もでしたけれども、放送されましたね、 NHK で。あれでも必ずアンコールに演奏されます。スタートのところだけちょこっとね、タカタカタカタンってこう始まったらすぐにやめて、もうみんながワクワクしてるから拍手をして、そしてご挨拶がある指揮者の方がね、世界中に向けて新年のご挨拶をしてくださって、そして全部を弾いてくれる曲です。あれをがこうラジオから流れてきて、もう第二の国歌、本当の国歌よりももしかしたら国歌と思っている人がいるんじゃないかっていうぐらいに。で、同じ頃にはいろんなところで行われている舞踏会で、やはりこのウィンナーワルツ、美しき青きドナウが演奏されて、たくさんの人が軽やかなステップを踏むんですね。なんて素敵でしょう。こう目に浮かびます。私自身はプライベートでその舞踏会に踊る目的でというんでしょうか、社交の場ですから、皆さんその入場料っていうのを払って、そしていろんな舞踏会に行くわけなんですが、私は実際にはその1回か2回しか行ってないかな、踊るのには。でもおかげさまで舞踏会の時期っていうのは、学生も含めて音楽家にとってすごく楽しくありがたい時で、舞踏会で演奏させていただける機会が増えるんですね。で、この舞踏会の時期っていうのが大体どのくらいの時期あるのかっていうと、もう年がら年中一年中やってるわけではないんです。クリスマスが終わって大体始まって、そのシーズンが、そして灰の水曜日という、アシャミ
プホットドイツ語で言いますが、灰の水曜日というやはりキリスト教的なこう行事の一環なんですが、だいたい2月の終わりぐらいの水曜日まで、その期間毎晩いろいろなところでもう貴族の、お屋敷であったり、それからホテルの大広間だったりとか、もう本当にいろんなところでいろんな舞踏会が催されるんです。でその灰の水曜日っていうのはどういうふうに計算するかっていうと、日本でもねもう今イースター有名になりましたよね、復活祭、日本の場合イースターっていうのはもうなんだか街でこう、うさぎさんのチョコレートが売られて、ディズニーリゾートでイースターパレードがあってみたいな、そういうこうお祭り的な部分が多いんですが、これもまさにキリスト教の大切な行事で、復活祭、イエス様が復活するっていう、その時からこう数えて46日前っていうのが灰の水曜日で、その46日間っていうのはみんなファスティンって言って、その断食の期間、実際に断食するわけではないんですが、まあお肉を断たれる方は結構いらっしゃるけれども、そういうちょっとつつましやかに静かに過ごす時期が来るんです。その前まで、で今年は2月22日がアーシャミッホなんですが、にその前までをもう本当にこのとっても寒くて暗い冬を明るく楽しく過ごせる行事としての舞踏会は私は本当大好きでした。でさっきね話の途中になっちゃいましたが、その実際に私が踊りで誘われてお誘いいただいて連れてってもらった舞踏会っていうのは1回か2回なんですけれども、それ以外でもたくさんの舞踏会で演奏する機会をいただいていました。もうそのおかげでね、その華やかな世界を垣間見ることが毎年毎年できていたんですが、有名なところではね、日本でも有名なところではこうオペラ座、国立オペラ座の舞踏会っていうのは最も有名で最も華やかな高貴な舞踏会、それのオープニングで、レビュータントっていうんですけれども、そのオープニングで踊れるっていうのは本当に名誉なことで、誰もが憧れるようなものなんですが、それはねもう本当にすごい人たちが参加する舞踏会なので、到底学生の身分ではチケットも買えないし、テレビを見て指をくわえていたような感じでしたが、他にもいろんな舞踏会があるんです。消防士の舞踏会とか、お菓子屋の舞踏会とか、ユニファステートスバル、バルっていうのが舞踏会のことなんですが、ユニバーシティの舞踏会とか、もうそれはいろんな舞踏会、名前がついていてユニークなものがいっぱいあります。で、だいたい舞踏会って呼ばれて弾きに行くと、小編成の室内オーケストラ、私たちが弾くわけですね。それはこうワルツとポルカですね、だいたい弾くのが。でそれでどのくらいだったんだろう、1時間とか1時間半単位だったかな、弾くと、今度は私たちが休憩している時に、バンド、ボーカルのついたバンドですね、ギターとか、それからちゃんぽんちゃっちゃってこうドラムとか、それからまあいろんなそのいわゆるバンドですね、バンドとこう交代でやるんですよ。で交代してお休みもらっている時にはもちろん踊りに行ってもいいし、それからお食事が用意していただいてたりする場所でもらったりとかいただいたりとかできるので、本当にその舞踏会自体も楽しむことができました。でそのバンドの人たちはラテンの音楽とか、そしてニューミュージックも流したりするんです。で私たちはその
いろんな種類の、もう本当にたくさんの、ワルツやポルカ、多くの場合はオペレッタからね、こう小さな曲でこう演奏するようなことが多いんですが、やっぱりオーストリア人の地元の人たちと一緒に演奏することが多くて、そうするともうやっぱりその血っていうんでしょうか、もう本当に何とも言えないフィーリングが、もう大してね、みんなで練習することなんてないんですか、こうパッと見てもうほとんど、じゃあここはこう繰り返しありね、これ繰り返しなしねみたいなくらいの打ち合わせでしかする時間しかなく本番になってしまうので、それなのにもうそれは素敵なフィーリングで、あの独特なウィンナーワルツの、あのリズム、あの 1-2-3 1-2-3 ではなくて 1-2-3 1-2-3 ってこうね、なんて言うんでしょう、ちょっと独特な1が長くて 2-3 ってこう本当にあのウィンのウィンナーワルツの独特なこう回し方が自然にできる、もうそれは気持ちが良くて楽しくて、うん、一緒に弾かせてもらってるとなんか魔法にかかったように私もあのこう何だろう、その音楽にその雰囲気にいい意味で感染したような気持ちになって、幸せな時間を過ごさせてもらいました。本当に貴重ないい経験をいっぱいさせてもらいました。でだんだんね、夜もこう更けてくると、そう、大体夜7時ぐらいから夜中の回って2時ぐらいかな、2-3時、あ、明け方の3時ぐらいまであるんですよ。もう本当に皆さん踊り続ける、私たちは演奏し続けるんです。やっぱ2時間単位ぐらいだったと思いますね、交代しながら。そうね、もう大体こう真夜中に近くなってくると本当にこう郷に乗るっていう雰囲気で、もう何とも言えず美しい、何かが魔法にかかったように何かが現れてしまうような演奏が生まれることがあるんです。もうそれは弾いている私たちでさえゾクゾクしてしまうような、もう楽しくて嬉しくて仕方がない、あー音楽っていいなって、もう弾いてる方が体がどうかなりそうなほどに幸せになる、その瞬間っていうのが来るんですよね。そうすると踊っていらした方たちが足を止めて、本当に足を止められて、で演奏家の私たちの方を向いて、あのフロアでね立ち止まって、皆さんがこう体を揺らしながら聴いてくださって、で一曲終わると大きな拍手をくださる、もうそれは幸せな瞬間です。でもうそもそもその建物自体が何百年っていう時代を経ている、あの建物が多いですから、あの中の、ね、内装も見事なこうシャンデリアと大理石と鏡の広間と、もうそういう中で弾いて踊っていらっしゃる、もう皆さんね本当に素敵なドレスとタキシードで踊られますから、もうハプスブルクの時代にこうタイムスリップしたかのような、そんな、うん、そんな時間です。で先ほど申し上げた舞踏会の一番最初に選ばれた人たちでこうオープニングを踊るんですけれども、でそれだけじゃなくても、その舞踏会っていうのはやっぱり社交界のデビューですね。もう社交界に行くため の一つの大きな行事ですから、多くの家庭のお子さんたちが、今はどうなのかは分かりませんが、14歳から20歳になるくらいまでの間には、まあ、大抵ダンス学校、ダンス教室に行くんです。でそこでは踊りだけじゃなくて、一通りのね、ワルツ、クラシック系の踊りとダンスと、それとラテン系のダンスを
一通り習いつつ、大切なのはマナーを学び、それから身の こなし方っていうんでしょうか、こう、身だしなみとか、そうですね、こう本当マナーですね、男性が女性に対してとか、いろんな意味できちんとそのしてはいけないこと、しなければならないことを学んでいく、品を備えるとか、そういう学びをするんです。で、私もおすすめしていただいて、それを一度とても有名なね、ダンス学校、ダンス教室に行かせてもらったことがあって、で、大体みんなカップルで来るんですよ大体こう彼氏ができたり彼女ができたりっていうと一緒に習うんですけど、私そういうもう全然そういう気がなかったもんですから、もうあだ名がモッテンシュツって言って、ナフタリンですね、防虫剤って言われているくらいにこう虫よらずだったのでだから一人でね、一人見てダンス学校に行きました。そしたらやっぱり全然一人で来ていた子がいたので、初めてそこで出会って、じゃあ一緒に組みましょうっていうことで、私もそこでダンスとそれからマナーを学びました。で、すっかりね、相手のその男の方は、なんだっけ、弁護士の卵だったんですけど、その後彼を通じて大変素晴らしい方と出会ったりしたので、その話はまた後日ぜひさせていただこうと思うんですけれど、ダンスの方にねハマってしまって、やっぱりもともと踊るのが好きだったので、バレエとか実際にバレエは習えなかったけど、やっぱバイオリンの方ずっとやっていたので、バレエ実際には習えなかったけれども大好きだったので、ハマっちゃって、私は最後のですね、ブロンズ、シルバー、ゴールド、ゴールドスターっていう4段階1年ごとにこう進級したければ進級することができるんですけれども、で、一番最後のゴールドスターっていうのをやると、一応教えることができる能力を資格っていうんでしょうか、そういうのをもらえるんですが、一応ねそこまでやったんです。もうクイックステップとか、もう本当に単語もね、もちろん全部やらせてもらって、彼とそのお友達と一緒にずっとやらせてもらったんですが、そのおかげでやっぱ舞踏会に行って、それこそ弾かない2時間お休みの間にはお友達とみんなと楽しんで踊ることができました。とっても良い思い出です。こういうね、この時にはこういう楽しみがあるっていう、そういう季節感って素敵ですよね。もちろん日本の今このお正月になって、で初詣に行ってとか、そういうことも日本には日本ならではの良さがありますけれども、今日は華やかな舞踏会のお話をさせていただきました、皆様もいつかなんかそんなあちらのね舞踏会の季節に行くことがあって、もしかしたらもうこれ聞いていらっしゃる方の中で舞踏会を経験なさっている方もいらっしゃるかもしれませんが、本当にこうタイムスリップしたような素敵な時を過ごせすことができますので、おすすめします。今日もまた新年早々少し長くなりました、お耳を傾けていただいてありがとうございます。それでは今日はこの辺にいたします。また来週、阿部敦子のゲミトリヒにつれづれトークでした。